今日はこれを買ってしまいました。どうもー、あぐりしゅんの妹のあぐりじゅんです。リフティングができないゼロの状態からできるようになるまでを蹴っていこうとしております。そんなあぐりじゅんがですね、買ってしまいましたスケボーを。スケボーも未経験でございます。でも今ちょっとずつ人気が出てきているのかなっていう感覚を身に染みて感じております。っていうのも、なんでそう感じるかというと、身の回りでスケボーを蹴ってる人が多い、 TikTok でスケボーの映像が流れてくることも多い、 YouTube でもスケボーのハウツー動画は多いし、見てる人も多いなっていう感覚。それが申し訳なくて感覚できてるので、どんなもんか超よく分かってないんですけど、多分確実にリフティングよりは栄えてるかなっていう感じには思いました。ということで、流行りに乗っかろうと思ってスケボーを買ったわけなんですけど、スケボーのハウツー動画を見に行ったところ、高いスケボーと安いスケボーって何が違うのっていう比べてる動画がありました。そしたらね、それを比べてるのは2000円のものと2万円のものを比べてたんだけど、やべえなと思って、全然違った。まず1個目に違うのが、あのタイヤの回転が、2万円の方はあの U 字型のパイプみたいなところを滑らせると、何往復も止まらずにビューンビューンビューンって行くんですよ。3往復4往復って行くのに、2000円の方は1往復ビューンしたらもうキュッて止まっちゃう、ブレーキかかっちゃう、動き停止みたいな、もうタイヤの滑りが違うっていうのと、その板の曲がりぐらい、ちょっと曲がってるんですね、いいやつは。ちょっとなんだろう、真ん中に向かってへこんでるっていうか、そのへこみがあると結構なんかいいみたいなんですよ。乗りやすいのかな。あと滑り止めも紙やすりみたいなのを使ってるんですね、安い方は。でもいいやつは滑り止めだなって感じ、ザラザラしてるけど、その紙やすりのようにガーって感じではない。あとは使ってる切り体もいいやつはいい木使ってるから強いし、2000円の方はやっぱり2000年なりの割れやすいような感じの板を使ってる。でね、あの隅っこのところの、なんだろう、煮物で言うと面取りっていうところ角っこのところの処理も、いい方は面取りされてるし、あの安い2000円の方は面取りがなくてカットしたままっていう感じの、本当に値段に合ったものなんだなっていうのが、それ相応のものなんだなっていうのにびっくりしました。本当にスケボーってピンキリじゃないですか。いいやつもあればそうじゃないやつもあって、何がどう違うのかなってよくわかんないから、とりあえずスポーツ用品店に行って、5100円しか持ち金がなかったから、もし買えたらそのまま買うし、買えなかったらお金を下ろしてきて買おうってまで思ってました。そしたらなんと税込みで5060円だったから、買えると思って、まあヘルメットもプロテクターも買えないんですけど、もう板でいっぱいいっぱいなので。けどね、行ったら、あの昔働いてた、なんだろう、先輩同僚を同時期に働いてたんですよ。同時期に小栗はバイトとして、相手は契約社員として入った人がいて、同期のような先輩のような関係の人なんですけど、がたまたま小栗の引っ越した先の地域のスポーツ用品店にいたんですよ。なんかわけわかってないものを店員さんに聞いて、え、こうなんですか、なんですかって言いながら買うのって結構勇気いったりすると思うんですけど、もう入っていきなり品出しをしてて、もう入り口の真ん前でそのスタッフさんは、あーさんじゃないですかってなって、向こうはね一瞬キョトンとなって、うーってなってたけど、名前を言ったのかな、おぐりですって言ったら、あーおぐりさんねってなって、どうしたの、今何やってるの、どんな感じなの、こうなのみたいな、うんさんはどうなんですかみたいな感じでお互いに喋って盛り上がり、でもスケボー探してるんですけどいいのないっすかねみたいな感じで振ったら、もうそのままスケボーコーナーに連れてってくれて、子供用の違いと大人用の違い、大きさが単純に小さいから子供用、大きさが単純に大きいか大人用ってわけではないんだよって話とか、板が大きければいいかちっちゃければいいかっていうのは、まあ人によって違うんだけど、初心者だったら小さい方が技をしようと思った時に小回りが効くから結構やりやすいかもしれないねっていうのを言われたり、でとりあえず
あの乗ってみていいよって言われて、店内でシャーシャーって恐る恐るちょっと乗ってみて、まあ、このタイプの方が乗ってていいなっていう、その大きいのとちっちゃいの乗ってみて、やっぱりちっちゃい方が板が倒れた時になんかいい感じ、ちょっと大きい方は板全体がグワンって斜めになるような感覚があって怖いなって思ったから、ちっちゃい方がキュッキュッって感じだったので、キュッキュの方が欲しいですって言って、でもう種類が4種類あったかな、赤色のタイヤのもの、黄色のやつ、黒いタイヤのやつがあって、で小栗が買ったのは4色、タイヤの4色違う色のやつで、板のやつも赤色のタイヤのやつ、赤色のペイントがされてて、文字が赤いだけなんですけど黒赤っていう感じのイメージ、でもう一個の黄色の方も文字が黄色で黄色赤って感じで、タイヤが黒いのやつは緑のペイントで緑黒って感じのイメージ、で小栗の買ったやつはもう4色タイヤがバラバラだし、ペイントもなんかカラフルな感じに地味って感じのやつ、ちょっと最初冒頭に映ったやつですがあって、あのどの色にしよっかなって、本当は最初はね黄色と赤と緑で悩んでたんですけど、後から奥にあ4色タイヤ違うやつあるよみたいな言われて出てきたのを見て、これだって思って一目惚れで買っちゃいました。しかしね、その後にその値段でどう違うのっていうそのハウツー動画を見た時に、いや全然違うって気づいたけど、まあ、2000円ほど安いのは買ってないから、果たして小栗が持ってるやつは乗っててなんか支障のないレベルのものなのかなっていう疑問はあったんですけど、まあね、あの初心者なので何をどう乗ってもまあ一緒なんですよねっていう感覚で小栗は使っているので、いろいろ慣れてきて、そのただ乗ることをプッシュって言うらしいんですけど、プッシュもできるようになって、うねうねするやつ、カクカクするチクタクって言うんですけど、チクタクができるようになった頃に、まあまたいいやつが欲しいと思えば買えばいいかなって思ってる所存でございます。初心者はね、最初何が何だかよくわからないから安いのでいいっていうのはギターを買うときに言われて、あ、人が横切ります、人が来ますよ、はい、30万円のギターを買っても1万円のギターを買っても最初はどうせちゃんと弦も抑えられないし、ちゃんとじゃらーんってできないから、まあ一緒だよっていうので、まず安いので買って慣れてきて弾けるようになったら、どういうのが自分が好きだとか、どういうのが合ってるっていうのが分かってくるから、そしたらまたいいのを買えばいいんじゃないっていうのはギターの時に言われてたから、おぐりはねサッカーボール買うのも最初3号機のちっちゃいゴムボールだって、まあやべえなと思って4号機を買った日にこのしゅんくんって言ってこの5号機をプレゼントしてもらって、今これで蹴ってるんですけど、でもしばらくこれで蹴ってましたけどね、最近になって技をしようと思うとやっぱりフリースタイル用の方がいいかなと思って、このスケボーを買った時にあの同じ日にアマゾンでボールとあとフリースタイルにいいよって言われてる普通のスニーカーなんですけど、フリースタイル用にっていうので普通のスニーカーなんだけどフリースタイルやりやすいやつを頼みました。なんとね、ボールももう届きましてお家にあります。届いた時すごい包装紙がちっちゃくて大丈夫かなと思ったけど、ぺちゃんこになって空気も入ってないもんたちに届きました。なんかね、靴だけが届いてなくて、おぐりもしかして靴だけ頼み忘れたっていうちょっと心配があったんですけど、金額的には多分忘れてないんじゃないかなっておぐり思ってる。だから後日スニーカー来るのかなって思ってるけど、先にボールが届きました。なので後日はボールがまた違うボールに変わって撮影ができると思います。3日後ぐらいに上がるやつかな。ちょっとそれまでこの子主流で動画撮ってるやつアップされるんですけど、最近すごくリフティングが楽しくなってきて、あの前よりちょんちょんリフティングの原理が分かってきたというか、慣れてきたというか、まだねちょんちょんじゃなくて変なとこで蹴ってることも多いけど、でもだいぶ感覚慣れてきて、まあ、2回とかしか続かないとはいえたまに4回5回って続く時があって、結構楽しくなってきました。クロスリールも達成しちゃったしね、それが楽しくて結構朝昼蹴ってることがあるんですよね。そうすると動画のストックがいっぱい溜まるので、ということは配信は1日1本って決めてあるので動画のストックが増え、
ちょっと時差が発生してしまうんですけどね。けどね、これから何が起きるかわからないので、着れる時にいっぱい蹴っておこうっていう考えはありますので、携帯の容量がパンパンにならない限りは蹴ろうかなって思ってます。おぐりはね、撮影、編集、投稿まで全部スマホ一つでやってるので、もうスマホ便利で楽やんっていうのは思うんやけど、あんまりやりすぎるとスマホの容量がパンパンになっちゃうんですよね。で、動画編集した後は10分に縮めて短い動画にしてるからいいけど、縮める前って結構使ってない、全く使ってないシーンとか結構カット多いんですよね。それを3日分合わせれると結構な量になるので、えらいことです。ではでは、お別れの時間になりました。最後までご視聴ありがとうございます。バイバイ。